あー大丈夫かな。え？え？やってるな。地面とそこの隙間を逆島に張っていく。わずかな店で人知れず引き肉になる道をカナンと定かは黙々と進んでいた。これってできるんですかね、実際。おい、ペースを上げるぞ。すげえうるさそう。あ、じとめかわいいですね。先行する定かにカナンは無言で付き従う。カナンの機嫌は目に見えて悪い。無論不満の原因はこのルートだ。なんだ、屋根の方が良かったか。屋根の方が良くない？足音で気づかれるのかな。私よりはマシだけど。あ、そうなの？お前は嘘ばっかりだ。こんなの全然サーカスじゃない。上の方がダメなの？ははん。恐れ入ったと定かは笑う。不満は不満でも、お姫様はもっと派手なルートを期待していたらしい。これで満足できないようじゃ、あとはキングコングになるしかないな。お前、エンパイアステートビルとか大好きだろ。ないけど。見たことないんじゃない？なんかすごいバカにしてるでしょ、お前。もちろん。いや、その無駄口が嬉しくてね。常時おしゃべりなのは目障りだが、こういう状況で余裕があるやつは退屈しなくていい。この状況でね。嫌そうに眉を寄せるカナン。定かはこれっぽっちも好きになれないのだが、妙なところで趣味が合うのは複雑な心境だった。仲良くなれんちゃん。貨物列車の扉はナンバーロック式だった。機密を運ぶにしては旧式だが、列車そのものはその場にあるだけのものを使ったのだろう。貞子はよどみなくナンバーを打ち込み、ロックを解除する。暗証番号は入手済みだ。暗号破りとしてこの計画に参加した以上、その程度の準備ができていなくては話にならない。ポチポチ。ああ、ガチャ。あ、なんだ、守りは扉のロックだけか。あ、中に何人かいると思ったんだが、セキュリティに自信があるのか、それともトップが間抜けなのか。罠じゃない？いきなり静かだな。潜入は拍子抜けするほど簡単だった。車両内は二つのブロックに分けられている。目的の品を保管するブロックと、それを管理するためのコンソールルーム。いや、誰かいるでしょう。確認できるな。目的はあれだ。物自体は小さい。もともとはフォートデトリック製のものだよ。ほう。それを秘密裏にイラク派遣された米軍生物戦実験部隊から、イスラエル側のモサドが受け取ったんだそうだ。ちょっと待って。フォートデトリック、メリーランド州フレデリックにあるアメリカ陸軍基地、5平方キロメートルの敷地内に生物学や医療の研究開発施設が点在している。特にアメリカ陸軍感染症医学研究所 USAMRIID を指す場合もあり、アメリカにおける貿易や微生物、生物兵器研究などの中心地と言える。へぇー。ふんふん。生物兵器？話によると、最終的にはケース台のものに収納されたということだが。はあ、そうだよね。二人で盗んでくるんだから、そういう武器だよね。じゃあ、このドアを壊して、あのケースも壊す？やばいんじゃないの？壊さないよう私が呼びつけられたんだが、こいつを運び込んだスタッフのように、さも普通に中に入り、ケースを開け、誰に咎められることもなく運び出すのが理想だ。ああ。お前は休んでいていい。そっちの仕事は護衛がいた時の梅雨払いだからな。ここからは私の領分だ。領分って。大丈夫かな。そこのコンソール使えるの？いや、持参している。しかしなんだな。予想以上に頭が痛い。この無造作に放り出されたケーブル、何の笑い話だ。どうやって入るか楽しみにしていた私がバカみたいだ。どこぞのネットカフェか、ここは。接続がしやすいってこと？悪態をつきながらノート PC を接続する。いや、これ罠でしょう。緊急に用意された車両だとしても、粗末すぎるセキュリティだ。
この計画の政府は備え付けの端末をパスでロックした程度で安心したらしい。まったく、なんて危機感のなさだ。本当に信じられない。それでもイスラエルの人間か。おい、どうかな。名誉のために言っておくが、イスラエルの IT 技術者は優秀なんだぜ。なんだってこんなバカどもと取引するんだ米軍は。まさか同じレベルのアホなのか。めっちゃキレてるじゃん。うるさいな。お前ペンティアム M とか大好きだろ。何それ。インテル社のイスラエル研究所が開発し、2003年に発売された CPU、 ノートパソコン用として省電力化を主眼に開発され、そのコンパクトさとブランド性から日本などで人気となった。わかんない。嫌いなものか。イスラエルの技術者は世界で一番クールだ。そうなんだ。はぁ、あ再び嫌そうに眉を寄せる。認めたくないが、やはり意見が似通う二人だった。PC を起動する。端末へのログイン、セキュリティ管理のパスコード入力。定かの敵は暗号破りに恥じないスムーズさだった。ハッキングなんてものは参加した時点で終わっているようなものだ。その場で暗号を破るなんて職業がまかり通ったのは大昔の話でね。端的に言って、ソーシャルハッキングに勝るセキュリティ解除はない。はい。ソーシャルハッキングってなんだ。なんだ。ああ、探偵のようなものだよ。 PC の知識、プログラムテクニック以外の手段で情報を手に入れることだ。セキュリティに関して一番詳しいのは当事者だからな。交渉、内定、果てはゴミ漁りまでやる。今回こいつのセキュリティに関わっていたのは3人だけだったからな。まあ楽な方だ。通常このレベルの機密なら10人以上の関係者全員からキーを取らないと難しい。へーと。おい、さっきのあれよこせ。口寂しくなってきた。ここはシガレット？あげるんだ。あげるんだ。あ、もうないんですよ。もうないのに。まあ、糖分欲しくなりそう。じゃあ、暗号破りっていうのは名前だけ？私みたいに、その場で答えだけ探すってことじゃないの？ん？何の話だ、それは。どういうこと？私が言っているのは、単に人間の方がハックしやすいって話だ。そりゃ、答えそのものを手に入れるのが理想だが、まずありえない。それにソーシャルハッキングも数値を埋める行為だぞ。調べ上げた感情や性格、経歴を数値化しないと解は得られない。その後、手に入れた情報を整理し、公理に基づいてパスコードを導き出す。ほう。三つ目のセキュリティを解除する。アクセス権を示すためのパス、赤外線感知によるロック、列車の車輪に連動している、列車が停止状態でなければドアは開かないというロックを解除する。よし、終わりだ。大丈夫？こいつはまだ試作品だからな。一研究員の個人名でログインできる。あとは研究リーダーのアカウントで管理者権限を。あ。何？なんだ？どうしたの？パスコードが変えられている。お手上げだ。なんだって。優先順位の高いものから打ち込んだが、3つとも外れた。じゃあこの1時間後っていうのは。1時間、パスコード入力を拒否されている。わ、残った手持ちのコードに正解があるとしても入力そのものができなくなった。すごい、スマホみたい。なんだって。彼女たちには制限時間がある。侵入開始からすでに15分、シャムの車両に戻るまで5分必要として、あと10分の猶予しかない。くそ、積み込む前に気まぐれでコードを変えたな。そんな。管理がずさんなら予定もずさんか。聞いてないぞそんな話は。気まぐれかよ。珍しく感情的だね。で、他に方法は。そうだな、パスによるアクセスはできないとなると、ロックを解除する信号を直接送るしかないが、それこそありえない。信号自体は暗号化された上でプログラムに収納されているが、その数値から信号を拾い上げるのは不可能だ。ええー。
それ、プログラム自体は開けられる？可能だが、意味がない。できんのか？いいから、面白そうだし、ちょっと変わって。やれんのか？わかったか。わあ。この数値の中から信号を拾い上げるのは不可能だ。いや、時間さえあれば可能だが、それも数日の作業で。は。あ、信号ってきっとこれだ。 189A-C455 わあ。 893-E5AE888-312B-C367-AB29。 これでやってみて。そんなかっこいいことある？だと？んだと？んだと？当たった？ああ。当たりなら、あの中のものは私のだけど。カナンちゃん、ちょ、かっこいい。やりてぇ、俺つぇ、して言葉を飲む定か。本来なら喜ぶべきことだ。彼女の仕事はこれで第一段階を終わらせたのだから。だが、共感覚。お前がそう呼ばれる人間なのは資料で読んだ。今のはつまりそういうことか。共感覚でなんとかなるんですか？珍しいものじゃない。単に文字に色がついて見えるだけの話。目とか耳とかが一緒なだけだよ。はあ。それで済ませる話か。私の認識が甘かったようだ。今のお前の行為は直感だけに頼ったものだな。共感覚。この特異体質者は強弱の差はある世界中に点在している。その特徴は2つ以上の感覚を同時に認知することにある。ほう。人間の五感、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚、独立しているこれらの感覚が同時に機能しているものを共感覚者という。文字に色がついている。音が形として見える。言葉に旨味や苦味を覚える。それが彼ら特有の世界の捉え方だ。これは視覚障害や聴覚障害といったものではない。色のついた文字には意味がある。形のある音には叱るべき理由がある。それぞれ個人差はあるものの、共感覚者はそれを知識ではなく直感で見出す。単一の視覚や嗅覚を超えた複合した感覚でこれらの意味を知覚してしまうのだ。もちろん視覚や聴覚が一つになったところでそれほどの感覚は得られない。だが五感が相互に補完し合う場合、視覚情報を音として認識し、聴覚から得た情報を像として構成すればどうなるか。視覚から得た情報を他の五感を持って認識することができるのなら、事象の理解度は飛躍的に増大する。例えばここに一つの絵画がある。例えば通常の人間はこれを視覚で捉える。認識するためのセンサーは一つだけだ。共感覚者の場合、これを複数の五感で捉える。こうして得た情報を脳が分析、解析する際、どちらがより深く捉えられるかは明白だ。まあ情報がめっちゃ多いからな。ただし人間の脳はその経緯を理論立てで解説できない。現在の言語学ではそれを表す言葉がない。結果、答えはわかるのに理由がわからないという矛盾した結果を得ることになる。生まれたばかりの赤ん坊に近い。言語を習得していない子供が言語で語りかける母の意思を汲むように、知恵のない命は、生命はその全身を持って周囲を知ろうと努力する。事実、機能して間もない脳は言語やと視覚やを分けず、同じものとして機能するという。それを違うものに分けるのは我々が生み出した知識に他ならない。体系化した知識は脳の負担を減らす効率的な認識法だが、同時に五感の鋭敏さを損なってもいるのである。全体像を見る。感じるだけで内容を理解する。順序立てた思考法ではなく、一歩目にして全体を捉える思考。それは例えば一見無意味な数字の羅列でもその意味を見出してしまう。何が枝葉で何が根幹なのか、知識として理解できずとも違う形として見分けることができる。ほんまかいな。物事の簡易化、物語の圧縮化、回答を導き出すのではなく回答が分かってしまう直感者。
その特殊性が共感覚、いやカナンという少女特有の孤立した世界の捉え方だった。すげえよ。それを表現する言葉を持たなくても違う表現、色や形でそれが何であるかを読み取れると。そんなことが。文章全体を見ればどれが必要なものでどれが不要なものかぐらいはわかる。はえー、テストめっちゃ楽じゃん。テキストの集合にストーリーがあるのなら、その暗号にプログラマの意思があるのなら、それは色や味覚、肌触りといった違う感覚で読み取れる。そのあり方自身に答えがある以上、カナンにはどこが必要な部分か読み取れてしまう。カナン本人にその意味が全く理解できないとしても。でもこうなったのは2年前からだ。そうなんだ。以前は肌触りぐらいしか感じられなかった。ほう。今じゃ音とか匂いも同じように感じ取るから、前よりは見えるようになったけど。はあ。共感覚は先天的なものだというからな。お前の場合何らかの後遺症で共感覚が強くなったのか。それはつまり、つまり後遺症による能力向上などではなく、瀕死の傷を負い生命を維持するため人間として身体機能が壊れたのか。皮膚感覚の優れた生き物は波で周囲の情報を測るというが、お前の感覚はそれに近いと。近いのかな。そんなのは知らないけど、その気になれば周りぐらいは見て取れる。へえ。では今私が何をしているかわかるか。え、うん。肩をすくめているのが匂いで見える。はあ。匂いで見えると、カナンは言った。言ってるね。全身で知覚をするとはそういうことだ。目が見えずとも匂いで風景がわかるという能力ではなく、匂いを視覚で捉えている。この娘は全方位に目がある、いや全方位を見ている眼球の化身のような生き物だ。視覚はない。視覚にあるものは耳や鼻、皮膚感覚で補完する。確固たる直感、人間が知識という武器の代わりに失った第六感という才能。かっけえ。なるほど、そう特別なことでもない。人間は元からそういった機能を備えている生き物であり、それを排除してきた霊長たる知恵の蛇である。そう、我々が直感を失ったのは対価ではない。優れた器官だろうと必要に応じて切り捨て、生命として反映することを進化という。人間は言語を文化思想で複雑化し、動物的であることから離れた地上唯一の生命だ。それを何だって？一目で回答だけ分かってしまう。考えずに答えが分かるというのなら、それは思考の放棄に他ならない。ああ、まるで原始人だ。そういうことか、と定かは認めた。なんて単純な生き物。シャムという傭兵が鈍化したのは間違いなくこの毒が原因だと。それで、そちらの進行は？あれなんだ、マリアちゃんは天然って言われてんのか。それで天然なんだ。突然の通信に気を取り戻す。時間は残り5分を切っていた。ちょぼっとしてる。場合じゃねえ。少しばかり予定が狂ったが、お嬢さんのおかげで解決した。そうか、急げ。こちらも雲行きが怪しい。何？上による乗客晒しが始まった。スパイ容疑だそうだ。引き延ばせて2分だぞ。何だって？こっちではいつものことだよ。了解。リンチが始まる前には戻る。そんなこと。ん？やはり携帯できる形だったな。なんだこれは。中に物があるのは端末から確認済みだ。お嬢さん、かさばるがそのケースごと運んでくれ。え？マイナス18度。ああ、決して開けるなよ。万が一ということもある。下手をすれば、ここら一帯死の土地だ。これは、ウイルス？なんだって。なんだって？シャム、聞き忘れてた。今回の獲物は何？現在最も小さく、凶悪な兵器の一つだ。わずかな沈黙がすでに答えになっていた。カナンの背に悪感が走る。
それを知っているものとして目の前にあるものがそうなのだと感じ取る。シャム、これは、これは？米国疾病予防管理センター格付け最優先リスクグループ4通称 CDC アメリカ保健社会福祉省 HHS が所管する感染症対策の総合研究所ジョージア州アトランタに本部を置き世界有数のウイルス感染症研究機関として知られているよ。秘密裏に散布感染実験を行い性能を立証した致死性ウイルス、その遺伝子を組み換え兵器としての運用効率を高めたウーアプロトの奪還が今回の目的だ。そうだったんだ。それは2年前のある地獄の名前だった。ウーア。人間の手によって解放され、人間の手によって育てられた極小の悪魔の名前。西暦2000年、南アフリカのドラケンスベルク山脈にて、あるレトロウイルスが目を覚ました。アフリカンス語の竜の山から名付けられた南アフリカの山脈であり、一部はレソト王国との国境線を形成している。最高峰はセスト語で美しく小さい山を意味するタバナ、ヌトレニャナ、標高3482メートル。レトロウイルス、RNA を逆転写酵素でコピーし DNA 情報を読み取るタイプのウイルス。簡単に言えば他の生物の細胞を利用して自分のコピーを作り出すことのできるウイルス。RNA をゲノムとしたウイルスは DNA ウイルスよりも不安定で突然変異を起こしやすいと言われている。先進国の開発による伐採から地上に解き放たれた病原体は瞬く間に近隣の村の住人に感染。致死率感染率ともに高い数値を持つこの病原体によって村は数日で壊滅した。感染が広がることを恐れた南アフリカ政府は半径数キロの森を焼却する滅菌作業を決行。幸いこの時点でのウイルスの耐久率は低く、滅菌は速やかに終了した。しかしその3年後、某国は同森林からウイルスを回収し、これを軍事利用するため研究を開始した。彼らはウイルスに改良を施しプロトタイプを完成。その産声、兵器としての性能を試す演習場に選ばれたのは当時戦火にあったある村だった。イラク戦争、戦時中の混乱を利用して行われた散布実験によって村は誰に知られることなく消え去った。致死率 90% 以上、感染率耐久率も水準以上の数値を誇る目に見えぬ悪魔は少女から何もかもを奪い去った。え、そうなの？その後、風の噂で悪魔は次の段階に進んだと聞いた。改良型とされるウイルスはウーアと名付けられ、中東の名もない村を消し去ったプロトタイプは凍結されたと。そう、凍結だ。破棄でも焼却でもない。兵器として扱いづらく、性能が劣るにしてもプロトタイプには価値があり、それだけの資金がつぎ込まれている。なら、たとえ相手が誰であろうと、買い手がいるのならそれに応えるのが商人たちの鉄則であり。言葉はなかった。こんなものを今更、なぜと。そう嘆き、怒り、時期になることもない。ただ冷静に思考する。これを使う者がまだ存命しており、このケースを守る兵士たちはその一部だということを。お嬢さん。わかってる。今はケースをシャムに届ける。大丈夫かな？機械のように動く。あれほど自由だった少女から人間らしさが失われている。その姿を定かは満足げに眺め。あ、なんだ。現れた警告文に身を固めた。やばい。内容は単純。ケースとの接続が感知できない。何らかのトラブルが発生した模様。60秒以内に解消されない場合、事故と判断し、警報を発する。警報は解除したんじゃないのか。ちょっと。僕は後で聞く。今から接続するには間に合わない。やばい。どうしよう。連絡は迅速に、これ以上ない正確さで完結した。仕事の内容変更。戦闘は避けられない。警報音が鳴る前に奇襲をかける。シャム、私は。どうする？
武者寮を制圧した後引き際を知らせろ。要は敵増援の足止めだ。敵は前後に7人ずつ。カナンたちにできることはこの貨物車両を利用して時間を稼ぐ程度である。しかし、オーケー、みんな黙らせていいんだよね。少女はその指示をより攻撃的に解釈した。いいのか？待って大丈夫？行っちゃったよ。通信を切る。少女の目には危険な光が宿っている。この判断は正しいものだと指示を無視して戦場に向かう。一人呆れたな。腕に自信があるのはいいが現実的じゃない。シャムほどとは言わないが近い兵士が7人だぞ。分かっている。でもそいつらはシャムじゃない。迷いはない。今のカナンに感情はない。あるのは状況を理解し、これを打破するための解決を行おうとする意志だけだ。勝手に死なれるのは困る。お前は組織にとって貴重なサンプルなんだが、それも枝葉の話か。話が通じる状態じゃないか、と佐川は肩をすくめた。彼女の目にはカナンは憎悪に駆り立てられた獣にしか見えなかったからだ。うまく攻撃してさっさと終わらせるさ。大丈夫かな。カナンから見て定かの言葉に嘘の色はない。暗号破りとして呼ばれた彼女だが、この状況では戦わざるを得ないのだ。落とすね。あとシャムの邪魔をしないよう気をつけろ。そちらもな。意地を張らず怖くなったら逃げ出してこい。大丈夫かな。座った。戦いの匂いがする。車輪の音も風の色も今は寒々しいほど真っ青だ。こうなるんだったらあんな奴いらなかった。すねるように愚痴る。少女にとってはこの先の殺し合いよりあの女の方がよほど気になる色だった。まあシャムと仲いいもんね。さて車内は混乱していた。銃をちらつかせた兵士による尋問、席を立つなという怒号を怯える乗客。国際列車では通過する国の政府が警察権を持つ。乗客たちを恫喝しているのはヨルダンの兵士だが、彼らが傘の編成とともにそれ以前の兵士と入れ替わったことをシャムは把握していた。彼らも障害となる14人に含まれる。兵士たちがカナンとサダカの不在に気づくのにさして時間はかからない。仕方ないと愚痴るように息を吐く。おい、この男、敵を立つなと。かくて混乱は極まった。シャムは無言で前方列車へ歩いていく。命が惜しいものならこの男と同じ方向へ行こうとは思うまい。乗客たちは我先にと後部車両へ逃げていく。先ほどのような奇襲は成立しない。彼らもすでに臨戦状態だ。標的を視界に収めたと同時に引き金を引く。1対6。マニュアルに従うのならシャムには一部たりとも勝算はない。敵から当たらない位置から当てる。彼の教えであるそのセオリーを守る限りは。打ち破った。自分の教えを守らない教師ほど立ちの悪いものはない。特注の防弾コートのボタンを閉め、己の体を無痛の壁と言い聞かせて足を進める。いるよ。扉を開ける。銃弾が退去する。一瞬で敵の持っている銃を見極め、その威力を予想する。傷を負うが倒れはしない自負があり。店にいるのはまだ2人だけなので、たまには羽目を外してみた。ちょっと内臓は痛み、骨格はきしみを上げているが、射撃精度はかろうじて水準を保っている。内出血はまあまだ忍耐が効く程度だが、こ
ちらは少々荒っぽくいくぞ。一歩踏み出す。無謀以外の何者でもないが、あと数秒も待たず増援が来る状況で停止はできず、言うまでもないが、今なら形の上では1対1だ。図らずもこれで残り3人。この先はより手荒く、より体を犠牲にして打ち合いになるが、シャムに恐れはない。彼はもとより死んでいるもの。勇気や熱意がない代わりに恐れや焦りを排して動く屍なのだから。かっけー。